ネオジオンはサイドワン、スイートウォーターを本拠地とし、周辺空域を制圧しました。シャア、我々と共に戦った男がどうして我々と戦わねばならんのだ。戦略118ターン。で、今回は部隊数を最大数30でクリアします。モビルスーツ21、航宙7、艦船2ってなってますね。で、ネオジオンはですね、部隊数は106で、さらに生産も始まるので、こう常に河川を強いられる、かなり厳しい戦いになるんじゃないかな。これまで最大数50ってやったことあるけど、ここまでこうなんだ戦力を限定してしまうのは初めてなので、ちょっとクリアできるかどうかわからないですけど、やってみるっていうことですね。で、戦略ですけども、かなりこう柔軟な戦略を取ろうかなと思っております。まずですね、ゼザンの門とサイド5ルームに関しては、あのニュータイプを置いて鉄壁の防護をやってもらうってことですね。ゼザンの門に関してはゼロ、サイド5ルームに関してはアムロに守ってもらう。で、主力をですね、ここにあのルナ2に集めてあるんですけど、ここ2周部隊ってなってますね。これをですね、宇宙1を取って、サイド4を取ると、で、青い熊ですね、宇宙空を取ってアムロと合流する、こういうこう地球上空を迂回する軌道を基本的には取るっていうことですね。その場合、あの防衛がかなり危ないので、そこをどうするかっていうことですね。とりあえずあの機動力が高くて、こうなるべく敵が油断してくれそうなジムライトアーマー、1機編成のジムライトアーマーを宇宙3、ジャブローとアメリカの上空に送り込みます。で、この制圧されている効果ポイントの真下にこう機動力の高い部隊を置いてありますね。力脚回、あとはコルベットブースター、こういうもので敵の進行をこう抑えていくと。主力ルナ2に集めてありますね。内訳はあのジムライトアーマーが1部隊、これをですね、あのどっかに送り込むと、サイド4か宇宙5か、どちらかに送り込みます。で、レナ仲間が2部隊あって、1部隊はブライトにやってもらうということなんですけど、この人は強いからね、これはいいんだけど、もう一つはあのついにあのゴップ大将をこう戦闘に参加させると。耐久14あって、これあの耐性用で鍛えてもらいましたけど、あのダメージをですね 28% カットしてくれますんで、これに頑張ってもらう、これで頑張ってもらおうかなと。今回は指揮関係ないので、ゴップが適任なんじゃないかなみたいなね。あとはフレマーダブルゼータが1部隊と、あとイーバックネロが2部隊、育成者が2部隊、ここにいるのはですね、ジュドーとプルですね。で、あとはダブルゼータが1部隊と Z2 が4部隊、残りコアブスター2という構成になってます。さあ、ではやってみるかな。もしシャアが出た場合、勝てない可能性濃厚なんですね。あの勝てる状況であれば戦うんですけど、勝てない状況であれば迂回します。あの持久戦の構えでいきます。じゃあまず宇宙1取れるかどうか。うん、いけましたね。さあ、生産状況かなり激しいですね。部隊数増えるかもしれん。特別コロニーレーザー発射作戦。了解しました。コロニーレーザーの発射準備を行います。よし、ではやってみようではないか。よし、やってみるか。コロニーレーザーの発射準備が完了しています。コロニーレーザーを使用しますか。了解しました。コロニーレーザーを発射します。コロニーレーザーの直撃により敵部隊に被害が出ています。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。スルムディアスとバウ、合計6部隊ぐらい消しましたね。で、パイロットいるかどうか、ってか、いないんじゃないかな、いるのかな、わからない。とにかくシャアはいなさそうですね。で、ここどうするかですけど、とりあえず、ここ中心にして戦うんだけど、ここも取って、で、制圧をですね、進めていくと。全拠点制圧で敵を釣り出すぞ、ここは。まず、ライトアーマーを、こっちの方に飛ばすか。いいか、とりあえず、メズーンの Z2 を。よし、ジュドーの G クルーザー、育成室ですね。分かれましたね。このまま行くとここに突っ込んでくる可能性あるのか。メズーンをここに置くか。でもどうする、制圧は一回置くか。これ作敵する。よし、じゃあ、ジュドーこっち送ってやろう。
やれそうなところもやってしまおう。で、あとはここですよね。ここまで来る。最大ここまで来るな。いや、こっち側に釣りたいんだよね。いいか、ここに置こう。じゃあ、ダブルチーターじゃあここに置くか。コアブスターを。なけなしのコアブスターだけどね、ここに置くか。だから、ここ散布していきたいか。そしたら、じゃあ、ここか。さあ、どうかな。これは大丈夫でしょう。リーナ。さあ、敵の行動どんな感じになるか。とりあえず思ったようになかなかいかないね。まあ、とりあえずこれフラウマダブルゼット狙われてませんか、防御と。まあいいか、とりあえずここですよね。駆敵しちゃうか、でも。いや、先敵やっちゃえ。脱出。すると、耐久回復しまーす。便利です。そう、まあ無理やりな感じで放棄ですよね。で、まあここ、でも結構狙えるのか、今回。5部隊狙えるのか、まあ悪くなかったか。そういうことやな。はい、で、プルと、ハヤトとロベルト。で、ここやってもらおう。ここですね。よし。で、ドライセンをここのダブルゼータで。よし、じゃブライトを移動させて、ブライト制圧に使っていこう。メズーンをこっちに飛ばすか。次のターン制圧してもらいます。で、受動、制圧、攻撃と。じゃあ、イーワックネロも戦闘で参加させるか。待て、こうだな。あ、索敵やってもらいつつ、よしよしいいぞ。これで行くかな。いやこのくらいは。うん。また敵か。ガゾーム3部隊か。行くせんせー全滅まで行きそうじゃないの。圧倒的。頭と体を使えば勝てる。受動。1対6じゃないか。あんでも案外ダメージもらいますね。まだ鍛え切ってないからかな。ランク A だったかな、受動は。うん。いつまでもお前らに大きな顔をされてたまるか。ダブルゼータ B ちゃんですね。これはこれで原作再現か。結構減りましたか。さあどんな感じかな。若干退くか。よし、ではこいつだな。こいつを囲んでおいて、こいつあの燃費すっげえ悪いので、こいつの物資を減らしてこいつを放っておこう。あとは倒しちゃう。ルールか退却させる。あとハヤト、おそらくこの辺り攻めてくるんですよね。まあ最低2部隊くらいはこの辺にいてもらわないと守りきれないんじゃないかと思います。そしたら、今度はここを狙って砲撃していきます。4、5ヘックスなんで、ここにダブルゼータ置く。制圧。あと、ここも回り込んで取っていきます。間に合うかな。なんでわしが戦わねばならんのだ。それはステルメディアスの物資を減らすためで。ペル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 。性能だけで勝てると思うなよ。ステルメディアスはもう攻撃できないから、こうコアブースターで囲んでおきますね。よし、とどめをかけるよ。戦闘を中断します。ここまでうまくいっている。部隊数は27になったので3部隊生産する。コアブースターを3部隊生産と。攻めてきた。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。さあ、アーバー空港とジェダンの門。うん、エンドラ1。いや、もう2隻、あとチベ、あとギラー動画か。よし、やりますか。戦闘を中断します。早い、攻めてきた。戦闘を再開します。予定通りだが攻めてきましたね。まあ、釣ったのはいいんだけどね。
この後ろ気になるけどな。とりあえずサザピーがいない。サザピーがいないですね。まあいいか。予定通り釣りましたね。釣ったことは釣った。よし、ちょっと制圧進めよう。ここどうするかだよね。いや、こっち側に釣るか。奴らこっち側に釣ろう。で、何かよこそう。フルか。フルが一番早く行けるか。ここは。釣れない。真ん中に来る気か。これ真ん中移動しているか。ということは、よし、じゃあここに置いて散布しておこうか。プールも移動させておく。ここに置いとこうか。置いておこう。制圧せずに置いておく。で、どんどん制圧していくと、おそらく敵は焦るから制圧します。で、児童はここですね。そこに向かわせる。うんうんうん、いい感じいい感じ。プルツやつ、よし、とりあえずうまくいった。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の掃討戦に移行します。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。うん、P アメリカは攻められた。敵部隊が侵入してきました。うん、エンドラか。よし、ではルナツ方面に引き寄せて倒すぞ。ご指示をお願いします。サイド4はうまくいった。予定よりもかなり多く倒しました。ただシャアは釣れなかった。宇宙5どうなるか。ソロモンに進行すると見せかけて、でも数少なめだね。この分でいけば宇宙5たやすいかもしれない。まあ行こうか。参謀部より取ったぞ。戦闘なしで宇宙を取りました。放棄しましたね。敵の状況はサイド1にやや多めに、生産状況かなり落ち着いているな。よし、じゃあこうしようか。じゃあ地球上空の制圧始めようか。敵エリアに侵入しました。さあここ取るぞ。オデッサ上空、敵部隊が退却しました。我が軍の勝利です。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。あそこアムロが来た。敵の部隊か。落ちろ。ジークルーザー戦闘シーンとか見よっか。この状態でもかなり強いはず。強すぎる。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。戦闘を再開します。アメリカ上空防衛戦闘。私の目はごまかせませんよ。我が軍の勝利です。緊急事態です。諜報部がネオジオンの目的を察知しました。ネオジオンはアクシズの地球落下を行うつもりです。地球の人類を抹殺するつもりか。それではギレンの行った過ちを繰り返すだけなのだぞ。とりあえず生産状況、まあ地面に増えてる感じですよね。まあいいか。とりあえずこのまま制圧を続けていく。よっルー、また迷子になったんじゃないだろうな。そんなにドジじゃありません。あんたこそしっかりついてきなさいよ。ルー、かわいすぎないか。我が軍の勝利です。報告します。さで、あとは地上の部隊廃棄して OK ですね。全部あとは集結しづらいところにいるこいつも廃棄しちゃおう。よし、今24部隊だから6部隊生産します。お、来た来た。我が軍の勝利です。
ご指示をお願いします。よし、コロニーレーザー、了解しました。コロニーレーザーの発射準備を行います。さあ、シャアがいるかどうか、もう一回やってみますかね。ちなみに、30部隊ジャストですね。さあやってみるか。コロニーレーザーの発射準備が完了しています。コロニーレーザーを使用しますか。了解しました。コロニーレーザーを発射します。どんな感じかな。コロニーレーザーの直撃により敵部隊に被害が出ています。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。7部隊倒したぞ、あ、サザビーいたね。さあどうするか。サザビーがいるということはですよ、まあいや、とりあえずフルアーマーダブルデータをですね、ここと、あとここに置いて、こう敵を並べ捨てで倒す。制圧はどうするかっていうと、やろう、やりましょう。育成生制圧、隊列はコアブースター、 XS ダブルゼータ、これ行こうか。艦船をですね、北側に。シャアがいる以上、こうどんだけ被害を出しても倒すっていうことかな。どうするか、まあ状況次第ですかね。まあ、とにかく布陣を行う。敵をですね、この2列にこう釣っていきたいかなと思ってます。さあシャアは動くかどうか。ヤクト動画が残ったシャアは移動中ですね。こういう風に飛ばしておいて、このヘクスに散布する。1、2、3、4、このターンだと、待って待って、1、2、3、4、このターンまだ来ない。次のターン勝負か。これか、こいつを倒そう。ロベルタの絶対でいくか。で、散布はここにやっていく。回り込まれたくないな。1、2、3、4、いや、ここまで来るか。ここにしとくか。で、感染は下がる。そうだな、感染は下がる。射程で撃たれてもおそらくやられるかもしれない。いや、やられる。おそらく射程でもやられるから。これでやろうか。この敵なんとか、これ退くだろう。さあどんな感じかな。とりあえず並んでくれない、全然並んでくれない。失敗か。あ、こうなったか。これはまあ一人でいるので、ロベルトがまあこうなりましたね。まあこれはだシャアなわけですよね。なんだ、まあ、やらないならいいかもしれないから、まあ、一応やろうか。で、射程2だとやや弱いんですよね。射程2だとやや弱いんですよ。主武装がね、射程1に対応してないんですよ。というか、そこ狙い目なんだよね。育成層3部隊ぶつけるってことですね。誰が前がいいか。アムロかな、アムロをフル自動にしましょうか。で、ここで狙う。完全に不発だったってわけでもないのか。まあまあな感じか。ここでもまあ狙いますしね。イーワックネロをここに飛ばします。ここで散布。で、ここも散布。で、絶対禁制されるわけいかねえから。これでいいかな。なんだ、この感覚は。特別なセリフないね。あ、反撃なしか。まあいいや、どこまでやれるのか。主武装当ててますね。さすが育成3部隊か。まあ退いてくれれば。どうだろう、退いてくれるのかな。すっげえ独特なんですけど、お、結構減らした。よし、これとりあえず退いてくれるか。よし、まあ、シャア巻き込んでますけど、これで疲労加えるって感じですよね。さあどんな感じかな。
なるほど、あの HLV に車が入ってやがる。ちっしょうかつく。これシャアは一応知り解けたことは知り解けた感じかな。ここ狙っていくか。脱出します。まあいいや、とりあえず砲撃あの狙った感じでできた感じですね。でここは砲撃あんまり意味がないですけど、まあいいか。 あのねここを脱出させたのは当てやすくなるんです。あの全然運動性が違うから48でしょ、ね、フラマーのはあの38なんで全然違うので、脱出させたのは当てやすいです。でそしたらじゃこれ退却しているんで、まあ勝負はお預けですね。戦闘を再開します。よし、まあ、とりあえずシャアが引きこもっちゃったんですよね。4ヘクス移動してきて、で2ヘクス先を攻撃してくる。だからこの辺りだね。一旦目ここで休ませて、あのシャアを釣り出して倒すと。よし、じゃこの辺倒していこう。うん、アムロたちは回復しているので、シャアも回復してますけど、敵に先手を取らせれば勝てるはず。4、ここまで来る、ここまで打ってくる、ここだ、ここで待つ。イーワック燃料出しとくか。これでやっていこう。お、来たか。来たー、シャア来たー。満タンじゃねえか。なんだこの感覚は。さあ今度こそシャア手にで圧倒できるはず。やつの射程には弱い。やったぜ。これはナンセンスだ。いや倒しましたね、カトニーに降りた。よし、あとこれ倒していこうか。落ちろ。あ、ギュネンか。あ、クエスのやつもいらないか。これ登らない人にしとくと大変だから。よしよし。何？このプレッシャーは何だ？よし。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。うまくいきましたね。報告します。アクシスの核パルスエンジンが始動しました。もう止められません。アクシスが落下しました。地球全体に被害が広がっています。シャア、これで気が済んだのか。報告します。ネオジオンの戦力低下によりサイドワン攻略が可能になりました。サイドワン制圧作戦を提案します。初めて見たね、アクシス落っこちるの。中にいた部隊どうなったのかなっていう感じですけど、まあいいか。あのね、部隊数ないんで、特に我が国には被害はないと。まあそういう感じですね。よし、じゃあ次回はじゃあサイド1ラストですね。はい、じゃあ今回はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。